はい、こんばんは。サディルーム斉藤です。今日は中山理科天体年収運動の10回目です。はい、今この北の空、北極星の周りを回る星を使って日周運動と年収運動を組み合わせた問題をやっています。で、今日は最後の3問、少し難しい問題に挑戦していこうと思います。はい、8番です。で、この問題、全部前提は11月1日午後9時にある星 X が北極星の右側 A の位置にありました。ここからスタートです。で、4ヶ月後3月1日に星 X が F の位置に見られるのは何時かっていう問題です。はい、で、また、皆さんここで一度動画を止めて、自分で考えて答えが出てから再度再生して答え合わせをしてみてください。はい、解けましたか？はい、この問題もまずは年収運動を考えましょう。11月1日から4ヶ月経った3月1日の同じ午後9時にどこにあるかですね。はい、12月、1月、2月、3月。3月1日の同じ時刻、午後9時には E の位置に星 X が移動しているはずです。で、今度 F の位置に見られる時刻なので、そこから30度、2時間後っていうことが分かるんではないかなと思います。ですから午後9時の2時間後、答えは午後11時になります。さあ、あと2問いきますよ。はい、9番。星 X が午後9時に H の位置に見られるのは何月1日か、何ヶ月後かっていうことですね。はい、これも、まずは動画を一時停止して、自分で答えを考えてみてください。で、解けたら再度再生をして答え合わせをしてください。はい、いいですか。はい、まず午後9時同じなので、これはもう年収運動だけ考えたらいいですよね。はい、同じ時刻なので、はい、12月、1月、2月、3月、4月、5月、6月いいですか。はい、A から H まで210度移動しています。で、210度って考えて7ヶ月後って出してもいいですし、もうさっきみたいに12月、1月、2月、3月、4月、5月、6月でもう数えても大丈夫です。で、こういうふうに数えてやると答えは6月1日になります。さあ、最後10問目。星 X が午前1時に A の位置に見られるのは何月1日か。今度は午前1時、時刻が違うので、まずはこの11月1日の午前1時を考えましょう。午後9時から2時間、4時間後。11月1日、1日経って11月2日の午前1時には、星 X は60度移動した C の位置に移動しています。で、今度午前1時で時刻が揃ったので、ここから A までです。で、ここから A まで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ヶ月って数えてもいいですし、
1ヶ月、2ヶ月前って数えても同じですね。まあ、ここでは、まあ、300度あと回るので10ヶ月後、もしくは2ヶ月前の9月1日になります。これもう前回からずっと言ってるように、ここが11月の午前1時12、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、9月1日って数えてもらってもいいですし、11月、10月、9月後ろに戻って2ヶ月前の9月1日って考えることもできます。さあ、ちょっと時間を取りましたけど、この日周運動と年周運動を組み合わせた問題、すごくよく出ます。で、今回北の空だけでやったんですけど、まあ、南の空のオリオン座とかサソリ座の問題も出るので、まあ、同じようにまずは日周運動から、もしくはまずは年周運動から数えて、その後で日周運動時間を合わすとかいう形で考えてもらえたらなと思います。さあ、次回はなぜ季節があるのか、なぜ太陽の南中高度が変わったり日の出の位置が変わったりするのか、それを地球の公転と合わせて見ていきたいと思います。では、今日の授業は以上です。